増下室知覚過敏症とは、生活場において、増下室の露出をきたし、様々な刺激による、知覚更新を主症状とする高組織疾患のこと。単に、知覚過敏を呼ばれることも多い。増下室知覚過敏症の原因は、まだ不明な点も多いが、主として、増下細管の開口によって、細管内の組織液が動き神経を刺激する。 ことという動水力学説が広く受け入れられている。細管内の組織液の移動は、エナメル質の欠損、波形部歯肉の退縮などによる、粘土質を引き起こす、様々な事象に由来する。エナメル質欠損の要因としては、高毛症によるエナメル質の物理的摩耗摩耗症、破折、三色症などによる、化学的摩耗さらには、 歯科治療による右色破湿の除去や可動形成がある。粘土質の要因としては、変炎性歯周炎の進行や歯磨きの不正、歯肉の加齢変化が挙げられる。これら直接的要因に加えて、過労や妊娠、精神的素因によってもたらされる歯髄の知覚更新のような間接的要因もある。一般には、霊温刺激による一過性の疼痛を表し、 工合時の頭痛を示さず原因となる部位への接触痛は強い。刺激による頭痛の程度により、軽度、中等度、強度の3段階に分類する場合もある。工合時に痛みを生じたり、耐えられない痛みが持続して、自発痛となっている場合は、雫炎である場合が多く、たとえ治療中であっても、強時的に近く過敏症から雫炎へと移行する場合も、 一定の割合で存在するようである。同水力学説に基づき、増下質表面を被覆する方法や、増下細管を閉塞させることにより、刺激を遮断することが処置の基本方針となる。新たな治療法として、研究、開発が進められているものもある。ABC 管としゆき、増下質知覚過敏症の病態解明と発出成分により、 開口増下細管を封鎖する治療法の開発。日本歯科保存学雑誌第51巻第6号。特定非営利活動法人日本歯科保存学会。2008年12月。596から598ページ。衣春0387から2343。ABCDEF。セクション2保存修復1。歯の高組織疾患の検査法 H 増下室。地覚過敏症。 歯科臨床ハンドブック臨床品と集ダイジェスト版、戸田忠夫、五十嵐清治、石橋寛治、大関悟、大田敏夫、田中隆信、次中、敏夫、三浦博之、クインテッセンス出版、東京都文京区、2006年1月10日、第1版、43ページ。ISBN4 から874178901。ABCDF 笠原悦夫。 第8章近く花瓶の処置、保存修復学、平井義人、自中、年を、寺下正道、千田明、い早やく出版、東京都文京区、2007年4月10日、第5版、335から339ページ。ISBN 978から4から263456064。ABC 関根一郎。 格論二章派の高組織疾患3、派の高組織疾患の治療4、その他の高組織疾患の処置三増下質、知覚過敏症、派内治療学、安田英一、戸田忠夫、い早く出版、東京都文京区、1998年9月20日、第2版、85から86ページ、ISBN4 から263454189、関根一郎、 格論二小派の高組織疾患に、増下質除通法もその他の除通法レーザー光線の、章者、花市良学、安田栄一、戸田忠夫、い早く出版、東京都文京区、1998年9月20日、第2版、76ページ。ISBN4 から263454189。関都志石川国夫、松尾隆恵比寿重之、 フッカジアミンシリケートの増下室、地殻過敏症治療剤への応用、抜去場を用いた増下再管風座脳の検討、日本歯科保存学雑誌第50巻第3号、特定非営利活動法人日本歯科保存学会、2007年6月、313から320ページ、一瞬0387から2343。ありがとうございます。